枕を投げてここが変だよ男たち。お会いして、まあ、なんか夜景が好きだっていうことだったんで、うん、まあ、ご挨拶も済ませてですね、夜景に向かったんですよ。で山の中にある、うん、で向かって道中すごい楽しかったんです、うん、話のなんかテンションも合うし笑いのツボも合うし、うん、あ本当になんだろう、こう、まあ、会社にしたいなって思ってたんです。で会社にいた人と、まあ、1日目というか、まあ、初回初めて会った時に、まあ、おせっせはしないぞと、まあ、その心の中でね、うん、決めてたんですよ。股が広い、緩い方が広い方が広い方で、夜景を見終わった後で、まあ、向こうはそのつもりでね、お会いしたかった、会ったらしいですよ。まあ、おせっせしたくて、で私はそれ全力で拒んだんです、うん、でそしたら見事に車の中で喧嘩になりまして、うん、山奥に置き去りにしてた、事件だ事件だ、いや本当に怖かった。で帰り道真っ暗よ、ね、片側一車線の道で、うん、何車もビュービュー通ってくるし、うん、で車が通んなかったと思ったら今度はなんか井戸とか普通にその辺にあるんだよ。怖い、すごい怖いよ。そうやだ、ね、さだこフォーエバーしちゃうのかなと思って前お付き合いしてた男性と、まあ、コンビニしに行ったりとかするじゃないですか、うん、であとコンビニに行って、まあ、カゴになんか一緒に飲み物とか、うん、たまになんか一緒にお会計してよみたいな感じで入れることがあって、うん、100円のねちっちゃい水を入れたんですよ、うん、買ってって、うん、お会計の時に、うん、じゃあ100円ちゃやだ、絶対やだ私はディズニーランドに彼と行った時にすごい綺麗にして行ったんですよ、うん、あじゃあ見てて間違えたんだよ。違えよじゃあ女こんな格好で行かねえよ。綺麗に綺麗綺麗にしてってでネイルもこうちゃんとねちょっと長めにして、うん、で並んでる間にゴミ箱があるじゃないですか。でなんか飲んでたやつを捨ててあげるよって言って捨てた時に爪がすごい重い二人挟まって生臭いこと前に吐けたんですよ。ほんで私痛いって言えばいいんだけど痛いって痛いってやばいってそれで引かれて分かりました。